です。今日仕事が終わりまして、まあ、帰ってきまして、で今日は、夕飯をね、まあ、夕飯を毎日作ってるんですけど、夕飯を作る動画を撮ろうと思います。まあ、何それっていう感じだと思いますが、まあ、普段ね、こうカセットコンロとかで、まあ、普段ねってそんなにこっちでまだ動画撮ってないんですけど、撮ってるんですけど、あのこっちのね、あのいつも普通に使ってるキッチンで撮った場合どんな感じで撮れるかなと思いまして、まあテストも兼ねてね作ってきます。はい、で使う材料が今日はこのケーパー、ツナ缶、これでねパスタ作ろうと思うんですけどね、これね、これね、ちょっと試作を兼ねてね、さあ何でしょう、正解、ニョッキ。これね、いやニョッキの作り方前もご紹介してるんですけど、米粉をね入れたニョッキでなんかこう美味しくできないかなって今ちょっと試行錯誤中なんですよね。それのまあちょっと試食も兼ねてね、パスタ、それからこっちは大事故発生、ハマグリね、ハマグリと、ちょっと後で救出しますから、マダイね、マダイと、それから脱走してる野菜、これでちょっとアクアパッツァみたいなのを作っていこうと思います。はい、では野菜をカットしてまいります。まあ人参とかこの辺はね一口大で、まあ、お店からねちょっとざっくりもうカットはしてきてるんですけどね、こうだな、いやここで、それから春なんでね、菜花、スナップエンドウ、あと芽キャベツも地物が出てきましたね、まあ、あとミニトマか、はい、ミニトマトとニンニクね、そういえばこの間のペペロンチーノの動画でニンニクの芽取んないんですかっていうコメントがあったんですけど、取ってましたけど、ちょうどねカットされていたっていうねまあ本当焦げやすいからっていうコメントありましたけど、まあ本当その通りでね、覗かない人もいますんで、ちょっとざっくり潰して、ニンニク、あとマダイ、これ今日カットしてあるんですけど、今日はねこのまんまいってもいいんですけど、ソテーとかする場合このまんま焼くと特にこう天然物とかだと皮が縮むじゃないですか、縮むとなんていうの、しっかりまっすぐ焼けないというかくるんってなっちゃうんでね、だから皮目だけこういう風に切り込み入れとくと、大丈夫です。いや、そのしっかり焼けるんでね、で同じまな板で野菜と魚が切っていいんですかっていうご意見がきっと来ると思いますので、今日はもうこれをね一緒くたに全部フライパンで調理しちゃうんで問題ないです。はい、では調理していきます。オリーブオイルちょろっと、まあ 20g ぐらいかな、で冷たい状態でまずニンニクをね香りを出していきます。でニンニクが火通ってきましたので、ちょっと一旦これね逃がします。で魚入れて、ハマグリ入れて、で白ワインね、
それでちょっと一回アルコールを飛ばして、で、チトニータチしたらアルコール飛んでるので水をね、加えます。はい、これであとほっとくだけ。それで、煮込んでいくとね、ハマグリ貝は開きますから、まあ、開いたら一度避難しますね。で、避難して、ここで野菜加えちゃいます。まあ、塩はね、ちょっと後でやるとして、はい。で、これを煮込んでる間にこっちでパスタソースを作ります。はい、にんにく炒めて、まあね、今日のねソースはねすごく簡単なんですよ。にんにく炒めてツナとケーパー入れて終了、ね、簡単なんだけどね。あ、そうそう、ただね、あれをレモンのね皮をちょっと加えるんですよ。肉が炒まってきたのでツナ、まあ跳ねるよねツナは。でツナ中から炒まったらケーパーを加えて、まあこれはお好みで、量はね。それで、レモン、これレモンなんか面白い形しますね、丸っこい、レモンの皮、春っぽいというか初夏っぽいよね。これね、あんまりね、このなんていうの、白いところまで削りすぎちゃうと苦み出るんでね、結構この黄色いところだけで、はい、これでレモンを加えて終了。もうこれでソースは OK で、あとはニョッキを煮込んで完成ですかね。さあ、お湯が沸きましたので、ニョッキね、さあこれどんな食感なのかな、気になる。ね、口どけの良さとね、こうもっちり感とね、ニョッキを作るにあたっていろいろ目指すもの違うんですけどね、みんなレシピそれぞれ。そしたらね、ニョッキ浮いてきますんで、浮いてきたらね、もう火取ってますから、したらあと軽くあえて、それで塩ね調味して、まあ、それであれだね、この間にこの避難してた貝と野菜を入れて、温めて、まあ盛ればいいんですけど、特にニョッキとかちょっと スープ系というかね、ソースのその水分が多いやつはベシャッとしないようにというか、なるべく高さ出すっていうところを意識すると、まあ多少いいかなと。で、これね、
今日はちょっとお店からクレソン持ってきたんですけどね、こう緑物がねあるとねほんと変わるんで、まあ綺麗。まあこれはあれだよね、これ崩れちゃうな。バランスよく全体に散りばめればそれっぽくなりますから。で仕上げにオリーブオイルかけたい方はここでね、この段階のオリーブオイルを、ちょっといいオリーブオイルを使えばねいいと思うんですよ。はい、赤パッツァ完成。あのパンをねつけて食べるとすごく美味しくて、で今日はねこのなんていうのかこれフロリアさんっていうお店から、ちょっとねパンを、買ってきました。まあねあのこれあの知ってる方はね知ってると思うんですけどね、はい、はい、ライ麦のパンと普通のパン、これも食べようと思います。はい、それではいただきます。じゃあねまずねこのニョッキをいただこうと思います。今回のね結構もっちりだと思うんだよな。入ってるこのあのイタリアのラスフォリーナっていうメーカーパスタメーカーのニョッキがすごい美味しいんですよね。それを目指してるんですけど、どう？じゃあここら辺でジェスチャーでやってもらっていいですか？はい、OK だそうです。じゃあこのハマグリさんたちをいただこうと思います。いただきます。まあこれはねもう魚が勝手に美味しいですから僕何もやってないんでね、美味しい。でこういうねフローリアさんで買ってきたまあ知ってる方はね白々しい感じに聞こえるでしょうけど、こういうこうパンをねこう浸して食べると、美味しいけど、これレーズンとナッツが入ってるんで合わないね。まあということでございまして、ちょっとね試作を兼ねた。どうだろうね。ここであのキッチンでね撮ったのがどんな感じになってるか。あとこのニョッキが結構やっぱ美味しいので、こうもうちょっと詰めたらご紹介いたします。作り方をね。ということで今日は。シェフの晩御飯でした。バイバイ。入ってない。ギリギリ入ってる。